ちょっと次ね、わざわざちょっと来てくれてる四郎さんとリベンジマッチを用意してますんで、とりあえずここで、ね、勉強会とここでとりあえず終わろうかと思います。さあ、会場にを、はい、じゃあね、フォルテ祭り、会場の皆様、そして配信ご視聴の皆様、そして一番何よりも、一番長くお待ちいただいた四郎さん、大変長らくお待たせいたしました。これより、ペペダイフォルテ VS 四郎アベル、リベンジマッチを行います。何先 ?10 でいいの ?10 時間切り、微妙 ?5? あ、5にした方がいい。5だね。時間、あ、でも、どうしよう、5だと結構早ない?大丈夫?5だと最短は、あ、でもどうだろう、最短30分ぐらいだけど。まあ、ぶっちゃけ、将軍が、その片付け何分かかるってだけ。まあ、めちゃくちゃ詰め込めば早くできるけど、そこそこかかる。30分今日は欲しいな。でしょ?今45分ぐらいから、まあ、5か7ぐらいか、まあまあ、どうしよう、もう。シロさん、豪華なんだったらどっちがいいですか。今日5引いたじゃん。ん5ヒット引いたじゃん、5ヒット。7でいきましょうか。はい。じゃあ7先で。7先で。とりあえずまあ、シロさん、まあ、ちょっとほんま、長くお待たせして申し訳ないです。で、まあ、そうですね。で、まあ、ちょっと意気込みをちょっと言ってもらおうかと思います。お願いします。この前はね、負けちゃって、こう、あの後で三太郎さんとね、吉祥寺県にかなり怒られちゃったんで、俺らの方が自信ないぞと。というところで、まあ、ここで、リベンジマッチをね、させていただいて、まあ、もし、負けた時は、次の飲み会たくさん飲みます。ただ、勝ってもたくさん飲みます。わざわざ本当、フォルト祭りのために大阪まで来ていただいてありがとうございます。あ、神戸だ、すみません、神戸まで来ていただいて。もしこの長崎、私めが勝ちましたら、来年のフォルト祭り、確定をいただきたいと思います。ちょっと待って、今ね、シロさんよりも、社長が来年もやるのってげんなりしてた。やりますよね、やりますよね。あ、わかりました。優勝すればいいですよね。これ楽勝っすよ。じゃあ準備の方、はい。さあ、じゃあちょっと準備でお時間ちょっといただく形になりますので、少々お待ちください。その間に世辞の小話を。世辞の小話を。話せよ。さあ、実況はどなたが。俺やる。俺やる。あ、じゃあ、はい。じゃあ実況は将軍で。当然ここは私が絶対実況するつもりでおりましたので。はい、お願いします。チェックで、チェックです。ここはまず、ラグとかボタンやらいろいろチェックです。さあ、それでは、ペペダイフォルテ VS 四郎アベル長崎、行ってやっしょー。さあ、そう、実況忘れてた。さあ、チラシボム、画面端、さあ、ここは EX 用に対空している。さあ、画面端に逆に追い込んで、さあ、飛びめくりから肘は使っている、ボクステイ。さあ、プレスで転ばせて、肘は使っている。そこ、EX ボムをバクステでかわしている。さあ、後ろ投げから、マルセイを壊して返して、ここでボムを打っている。さあ、プロペラを垂直でかわして、ここで EX ボムで取っているが、負けずと EX 使用にナーマで取っている。そして、
中断。最初ファーストラウンド取ったのはシーローブル。戦場とは違う。さあここは対空プロペラしっかりバックジャンプしている。ここでなんと今日のホイールで突っ込んでくる。さあ泡そばでダウンを取って、さあ中段から泡急停止投げ、さあ置き止めよ。ここで EXCOD からの、さあここはボームで切り返していく。さあコパンで落として裏回りの、ここしかもこうボームまでしっかりつないで取り返したのはペペダイ。さあ一進一退、非常にうまい。さあここで着地ファヒータが決まる。さあプロペラ飛び越えたところ、コシがサルが垂直の着地にボーム。さあ前中継ガードも後ろアバのアーマーで取り、ここでジャンプ強 P ガードさせてから一瞬待ってのプロペラ、そしてここでボーム。さあボームガードから各班の XCOD。さあそんな甘えたボムは許さないと。しかしここでコスリーのコパン、ここで投げを打っていたが EX ボムの無敵で回避。しかし EX ホイールでしか、さあアベルが飛んできたところを落として空中石から着地するところにボムを置いて削っていく。最初に取ったのはペペダイ。さあ初戦取ったのはペペダイ。よいしょ。さあカウントも私が一人でやっておりますので配信作業と実況で、さあここが表プレス。さあこの肘も表中足ループから中段、落ち着く暇を与えない。しかしジャンプコパ壊しから、さあここはキャンセルを見せたか、それでも終わったとか、バックスでかわしているが、おっとここでスカイタイク甘えた垂直を刈り取る。スラを中足、スラを前中継で潰してコンボ、そしてスカシ投げ、シローアベル対策がグレードアップしている。これは強い。さあここで思い切った今日の、さあここで前に出ての EX ボム、そしてプロペラからセットプレイ、ボムで近づいて一旦後ろに下がってからのプロペラ。さあ画面端、おーっとグラップを誘ってのプレス、そしてここは通常投げ、ピオらせてセミさんからシューピーボム。さあ99秒溜め込んでいるこの男。さあちょっとマイクがでかすぎるかな、ちょっと音しますかね。さあプロペラからこれは表、さあこの表をしっかり見極めてよくガードしているものの、ここでめくりプレスを食らい垂直の着地プロペラ。さあ一旦間合いを取る、そして表プレス、ボムセミ前線から垂直、よくしかしガードしている、このガード力。しかしここでのプロペラ、さあバックステから EXCOD。 さあ画面端追い込んで、さあ EX 若も逃げも刈り取るが、ここでプロペラ切り返し、これも表シュワシループ徹底的に。さあここでブガがなんとガード間に合っている。今のは何を重ねていたんだ、立ちコアだそうです、本人から解説。さあこれで 2-0。 さあペペダイが大パンループで、さあ声援が上がる、これはシローさんにとって大きなアウェイ。しかし逆に燃えてくるものがあるかもしれない。さあここで一気に遠距離からプロペラで詰めてくる。さあ置き攻め、これも重てめくりプレー、肘にはいかない。さあジャンプコパンで落として壊すから、ここはアバネロを読んでいった、トルネードスルー表 EX ボムで一旦前を取る。さあ塩で一段止めからの後ろ投げ、さあラッシュをかけていく、さあこれ垂直台形、肘からスカイ、ここは投げグラップしている、 EX ボムではなかった、近距離から COD 削り戦う。さあアベル回して回して、しかしそこにプロペラが置いてある、表プレスクリガードしている、しかし考えられない。さあそこにセミからピカピカループ、ピカピカピカ
ループから中足ボム、そしてセビさんから呼んでいる投げこすりをこすしっかり呼んでいる。しかしここは着地先止めを見せているか。バックステドルネードスルーのポイントをことごとく読み切っているペペダイ。さあここで回したくなるというところ。さあしかし石野さんもボムをバックステでしっかりかわしたりと非常にうまいところを見せているが、このペペダイのこの角のかけ方、ラッシュのかけ方が非常に厳しい。さあバックジャンプで一旦逃げる。さあ立ちコースでアバネロを一旦止めたり、さあしかしこれもタッチ中盤で差し返していく。さあお互い交錯して COD とプロペラが交錯して何事も起こらず、ここでボムセビーキャン。さあ飛んだところにプレスが立ち強化して落として、さあこれは行くか、無我できっちり。さあプロレス使ったところに前中堅からしっかりと無我までつないで、まだ残っている。さあ最後のここはおっと攪拌は出なかったが、ここで空中でアバネロから何か出していたものにホイールが刺さって、さあここで一本取り返したシロアベル。ファーヒーターをかわしている。さあボムもマルセイユでかわしているぞ。さあようやく動きに目が慣れてきた。しかしここでセービアタックから前下投げを食らってしまい、さあバックステージしたところにここで EX はかも。さあスライド転ばせて、さあドロップキックバックステージに刺さる。さあコパンからしっかり中足ボムまで繋いでいく。さあここで前中継からトルネードスルー2連発。ここは通常投げをグラップしている。さあしかしバックステから何か動き出そうとしたところにボム。さあこの何かしたいと思ったところに置いてあるのがペペダイボム。さあビークス COD 使ったところにプレスが刺さり、さあボムを要所要所でバックステで透かしているもの。さあここで垂直から EX 若者の硬直が少ない。さあ仮に行ったところでアバネロで逆に取られてしまう。さあしっかり見えている。まあトルネードから前線出たところにプレス裏、今度は表変幻自在。しかしここでつなぎ読みするが、しっかりとプロペラを刈り取って戦は果てよ。バックジャンプ着ピン、これは素晴らしい。さあここはしっかりガカンが入る。デビキャンからスカイまで表でガードして、しかしここは間に合わなかったか。さあボムを見えたと言ってかわして、しかしここでプロペラから表プレスがバックスに刺さり、さあ垂直ジャンプとかのジャンプコパンがフォルテに対してかなり有効に来ていますね。やはりこのフォルテ対策をさらに積んできたというのは伊達ではない。さあしかしこういう中足ボムから中段表プレス、さあここで肘を打っていく、恐ろしい。さあスラをしゃがみ中盤でかわし EXCOD 一段止めからトルネードする一段止め。しかしここでさあボムも読み切っていった EX マルセイでかわし、しかししかしここでプレスが飛んでくる。お互い極限の状態でかわしにかわして最後はプレス。さあ現在カウント 3-1。 しかし下段、しかし若モールが漏れてしまい、ここでトルネードするクラッチマウス。さあそしてグラスブシの前中継か。さあガードの上からでも強引に3段ねじ込んでいく。壊しからしゃがみ中継に仕込みがあったが空中ヒットでこれは投げを食らってしまう。さあ肘からの投げはスタートのかわすがバックステでかわし、投げをバックステでかわすからもう一回投げをグラップ。ここで強化かもが何か、今のは何かの漏れか。
戦い。Let's keep it up! Fight! さあ、ここで肘重ね。ここでトルスルーが使ってしまう。そして大パンループ6ループ。しかしプレスが使ったところに投げからデビさんがされか、肘からスカイノーキャンスカイで、しかしここで EX ボムで切り返していく。さあバックジャンプをホルテ昇竜で叩き落としてからの着地にプロペラ。さあラウンドを追いついていくが、しかし白アベルゲージマックス。さあこの垂直壊しが非常に多いし、そしてこれが有効。さあここでヒットにもかかわらずあえてのトルネードスルー。しかしここでいくものか。さあ中足から赤セビコーン、ここでバックスから EX ボム。さあ EX4 に切り返そうとしたところにプロペラが置いてある。しかしここでバカな着地したところに投げが置いてあった。さあこれでシローさんが2本目取り返して3-2。さあこの非常に速い展開で、そして緊迫した。さあこのボムをバックスでカットが非常にうまい。そしてこのフォールトの短いバックスをコパン組んで刈り取ってからの、さあ前中堅からフルコンボ。さあ投げはバックスでカットもフォールトのバックスを前中堅で刈り取っていき、さあ白アメルのエンジンがかかってきた。このまま一気に追いつくか。さあこの対空プロペラもしっかり予測して垂直が置いてある。さあスペダイの様子見が増えてきたが、後ろ投げからさあ下段、そして補正切りのトルネード。裏にいたがしゃがみに大ピーが使ってしまう。さあプロペラで切り返し、セビ重ね。さあバックステで一旦置いて、さあセビに後ろ投げからの後ろにマルセイで回れが、ここはイクスターまで取る。さあプロペラからここですか、しなきゃいけないのを狙っていくが、さあボムセビキャン、これは非常に反応するのが難しい。壊しからプレスを、さあ壊しから大ピン繋いで COD で、さあイクスワカモーレで一旦逃げる。表プレスしっかりガードしている。あそこで表カードが生きるこの診療。さあ前ステ前ステから大足、前ステ前ステから下段に来る。ここでこの太いタク。さあこれで3-3、シロさんが追いついた。さあ追いつかれたペペライ何を思う。さあセビから、しかしここでちょっと遅かった。しかしボムでセビ寄り。さあボムをマルセイユでかわし、さあこのジャンプコマンと壊しの使い方が非常にうまい。さあブラッツブシの前中堅から COD まで、ここで投げ。さあアベルガーが、アベルガーが怒涛の攻めで一気にピオリスカイ3連発。今のは実はちょっと回復していたんじゃないかという。さあホイールガードはしっかりお仕置きをして、さあ前投げからバックスにセミが刺さる。さあボムで入れ替えて、さあ前に出てくるところに中パンが置いてある。さあこのボルテの中パンは置いておくには非常に優秀な技。さあ EX ワカモで一旦画面端を脱出して、ここでボムが置いてある。大きいボムがペペダイのこの得意技、小足に発からトルネードスルー。表にいる、表にいて肘まで繋いで、当然ここから無我。これはさすがにゴリジュ、白アベルが逆転。これです、4-3。さあ勢いに乗ってきた。そしてペペダイが上着を脱いで重い上着を脱いで本気を出す。
さあ、小技を刻みに行ったぞ。さあ、うまい、しっかりと中足、そしてボムまで繋いでいく。さあ、ここで前足からの投げはグラップしている。さあ、しかしここでトルネードスルー、先ほどからこのトルネードスルーの通し方が非常に上手くなってきたシロアベル。さあ、セビ取ってからのトルネードスルー、これは確定。飛ばせて落とす、まさに基本、飛ばせて着地スパークが置いてある。中段からウルトラボムの真骨頂、中段から小技中足ボム。そう、 EXCOD この1段止めからのトルネードスルーが非常にかわしづらい。そして前スから直接投げてきた。さあ、ここでボムで切り返し、さあ、セビにはコパンが置いてある。そしてボムまで飛びは見えている。ユツワカモで撃墜。さあ、マルセイユローリングもしっかりとプロペラで刈り取って、もう一回今度はプロペラ重ね。ここで置き攻めは投げを選択していたが、 EX アバネロ前走っているところに投げが決まる。赤セビコン、白アベルのタクが太い。ここで空投げで切り返す。プロペラからまだ生きている、生きているが、生きているが、ここボムと見せかけて立ち壊し、そしてボムが仕込んである。さあ、ここでペペダイが取り返し、これで 4-4 追いついた。さあ、展開が早い。さあ、残り3つ先に取るのはどっちだ。イエクサー COD フルヒット。さあ、バックスにしゃがみ中パン、エビリオ式で置いてあった。ここでセビにも中パン COD キャンセル。そしてバックスで見てから送らせ投げ。さあ、ワカモも呼んでいる。ワカモが呼べている。さあ、ホイールが、あとホイール一発削れるで終わるが、これはもう一回帰ってきた。行って帰ってきて削って取ったの白アベル。さあ、相打ち前中継からここは押し込んでいく。刻んで刻んで、しかし中足ループからボムまで、中足ループからボムまで。さあ、間合いを測りつつ、さあ、中足から後ろ幅プレス、そして中盤から COD で切り返し、投げ甘くて回避。さあ、甘そばが有効に機能している。しかし中盤から COD セミキャン、肘、そして無我、叩きつける。さあ、体力逆転、 EX 赤も読まれている。さあ、先ほどからペペダイフォルテの逃げ行動を完全に読み切っている。さあ、垂直をしゃがみ強パンチで叩き落とした。これもしっかり上が見えている。これも見えている、飛んですぐを空投げで叩き落とす。さあ、上の見え方が半端ではない。さあ、しかしこのアバナルで走ってきたところジャンプコパンで止めるのがこの白アベルのボルト対策。さあ、しかしここで見えたと転がったところにボムが置いてある。最後まで出し切る、出し切っていったがバックスでかわしていた。そして中足ボム。さあ、お互いスカって交錯しているが、ここでトルネードスルーが、さあ、バックスにも前捨てを合わせて投げが決めに、さあ、めくりはガムスが、ここでしっかりやはり上が見えている。そして今度はトルネードスルー垂直でかわし、大パンループから中足つないでピオらせて、セビさんからめくりプレス。さあ、前早出しの上りジャンプキックを、これを対空プロペラで落とし、さあ、シオディで突っ込んできた。突っ込んできて無理やりねじ込んで、ここで無我、体力逆転。あー、ペペダイフォルテ痛恨のビバメヒコ。
痛恨の入力ミス。アバそばからしっかり中足ボムまでつないで、さあ立ち台 P で相手の前中継のを差し返していく。さあしかしここはボムは EX マルセイユで回避していく。さあ後ろ投げから、ここも EX 様を読んでいた投げ、このバックスカリのコパンに発射、非常に機能している。ここで EX ボムで切り返す。さあペペ大的にはここはしっかり取りたい。さあしゃがみ中パンチをタッチパンチで差し返している COD をかわし、しかしアベル側もアバそばをセミバックして、しかしここで転がったところの硬直にコパンが刺さり、これで取って5-5追いついたペペ大。さあ5対5の五分。さあここで次が勝負ですねと話しかけるペペ大。あ、楽しい楽しい、この対戦も楽しくても時間がない。あと2戦、先にお互いどちらが2つ取るか。さあここでホイールが刺さり、ここでバックジャンプにボムが刺さり、この着地際にボムを置いておくのがうまい。さあ表ボムから、あプレスから、ここもプレス表、これは裏しっかりガードしている。そして投げ裏で回って投げは早すぎたか、しかしここで COD が刺さり画面端に追い込まれてしまう。バックステの連打でトルネスリーをかわし、肘を置いてある。さあアバネロに対しての肘置き、ここでなんとキャンセル、ボムガードしてしっかり攪拌。生だけに、生だけにモロヘリ、生で確定。さああそこのボムの、しかしここでペペ大も見えている、壊し、おっと案の定ゲージを吐いてしまっているが、さあここはバックスで回避して、壊し壊し中足ボム。さあしかし白アルベルも負けていない。マルセイユでかわして投げ、空投げで切り返していく。このさあここで温存していたファヒータバスターが決まる。そしてマルセイユ回避も呼んでいる、しかしこのトルネスルーは読めなかった。壊し重ねから機械が漏れてしまう。さあお互い肝心なところでちょっとミスが目立ち始めたが、しかしそこにしっかりと確定や大きな切り返しを入れていく。そこがさすがの2人。 EX 若ボーレに反撃しようとしたところに EX アバネロが置いてある。さあ攻めで切り返し、さあしかしバックジャンプコパン、このバックジャンプコパンがホラクセで非常に機能している。さあ会場はもう歓声とうわーしかない。さあバックジャンプでかわしているぞ。さあ空対空で撃墜して、これは誘われていた。激しい動きの中飛ばせて、またもや着地スパーク。さあしかしアベルにはゲージが3つ、そして痛い痛いウルコンゲージが、さあ決まったぞ。あえていかない、補正切り、ダブルアップを狙っていく。上が見えている、 EX 界で撃墜、素晴らしい太いタク、ダブルアップが狙いが外されてもグラつぶしからさらに前中継の使い方がうますぎる。さあ投げたの前中継のあの2択ね、そこでもらってしまってからしっかりとセミキャンスタイムまで。さあ白アベルがこれでリーチです。まだラウンドが取ってないのでまだ分からない。さあ出し切っていく、読んでいた中足ボム、ここは来ると踏んでいた。さあセビを見てホイールに対してそれをしっかりバックスでかわす、ここを出し切っていく、バックステにエミリオで中盤が入っておいてある。さあ後ろ投げから中段を読んで、これ最速投げ、
表プレス、表プレス、裏か、裏ボームは使って回るっていう。さあ白アベルがこれでマッチポイント。さあ逆襲の白なるか。さあ後ろ投げ、これはマルセイ読んでいた最速投げで切り返していく。さあ表の肘からバク手を出る、ボム、そしてプレス、コパンから裏プレス、前中継を EX アバで通ってプロペラ。さあジャンプ抜けもプレスで勝って、さあ様子見、ここは止まる。さあしゃがじゃ立ち強パンが使って、ここでトルネードするが決まる。さあ入れ込みで大パン入れていたが、そこへ行くサボから、おっとウルコンチャンスを逃してしまった。宝石です。ジャンプコパンから地上技つないで、宝石切りの欲望の、いや確定のトルネードする。シローアベル的にはあれは確定。さあこの神戸の地でリベンジしたのはシローアベル。さあそれではお互い、ちょっと一言ずついただきたいと思います。ちょっとまず画面切り替えます。今日ダメだな、なんかこうマイクスタッフとかこういろいろいないとしんどいな。じゃあまずは、勝ったシローさんから一言お願いします。いやーよかったです。いやまあ、今日フォルテ祭りということでね、いろんなフォルテと先に温めさせてもらって、逆にフェブダイ君はね、アベレス戦あんまりやれてなかったと思うんで、そういうところでちょっと細かい差が出たかなって、まあ、全然勝った気はしてないので、まあ、今度ねちゃんとした決着をつけたいなと思ってるんですけど、まあ、またいやただ、まあ、また祭り、またまあペグダイ君ねこれが大会やるんで頑張ってもらって、また来年以降またちょっと落ち着いた時にもまた一緒に遊べたらいいと思いますので、ありがとうございました。さあ対してペグダイさん、もうね、対戦相手として最高なんですよ。もう服脱ぐぐらい熱くなるんですよ、やっててで、もう勝負だけに関して言えば、最後の2本前のあれで決まったっすもん。あれが分かれ目でした、5-5から。そう、すごい大事だったんですけど、やっぱ勝負強さがやっぱシローさんのあれが感じられたんで、もっと上手くなって海外では優勝できるように頑張ります。またお願いします。はい、お二人とも熱い戦いどうもありがとうございました。さあもう一度盛大な拍手お願いします。